上さんのブラボー大喜利。さあ、久しぶりですね、プラモ大喜利ね、でもあのせっかくね、あの新入部員が入りましたんでね、やっぱその辺のところ、大喜利的なところをね、やっぱ見てみたいじゃないですか。そうですね。ね、どんな答えをするのかとかね、はい、ありますので、プラモ大喜利でございます、はい、ね、そして、大喜利大好きプロモデラー、ともちゃんにもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。そして、もこんちゃんもよろしくお願いします。はいはい、頑張ります。もこんちゃんもね、答えどんどん出してもらいます。はい、さあ、早速行きましょうか、ね、うん、大喜利、グッチーはどう、大喜利をやったりとかしてんのかな。いやもう本当、人様に見せるようなのは全然やったことないです。一人でやる方が気持ち悪いよ。なんかどうした遊びでやったりとか。ああ、なるほど、なんでやったらで、はい、やる感じのね。偉いけど、はい、偉い。もうこの年になるともうほとんど大喜利やらなくなってきてるからね。はい、さあ、どんな答えが出るのか楽しみです、はい、じゃあ早速いきましょうか。まずはお題こちら、このガンプラはおそらく偽物だ、どんなガンプラ、このガンプラはおそらく偽物だ、どんなガンプラ。はい、考えてください。はいはい、部長言います。はい、このガンプラはおそらく偽物だ、どんなガンプラ。ナンプラー。調味料ですかね。偽物ですよ、ガンプラとしては偽物ですよ。ナンプラー、一体ガンプラって思ったんですけど。はい、すごい、こんちゃん、言いますよ、はい、このガンプラはおそらく偽物だ、どんなガンプラ。すごい、角がたくさん。あとで絵を出してください。絵を出してるから、面白い絵描いてるから。はい、はい、ちょっとさん、いきます。はい、このガンプラはおそらく偽物だ、どんなガンプラ。絶対戦車なのに角だけついてる。ガンプラじゃないよね、絶対ね。はい、来ました、グッチ、いきますね。このガンプラはおそらく偽物だ、どんなガンプラ。パーツがいわゆるモナカ割りになってるんですけど、うん、説明書にここにあんこを詰めますって書いてあって、マジのモナカだと思う。本当だ、これは偽物だわ。和菓子屋が作ったんだ。和菓子屋。和菓子屋が出したやつだ、ガンプラを模して。うん、他言いませんか。お前もかけよって話だ。いきますよ。このガンプラはおそらく偽物だ、どんなガンプラ。あの箱がね、パーツ1個分よりも薄い。絶対パーツ入んないぐらい薄いですね。はい、はい、ちょっと伝えていきます。はい、このガンプラはおそらく偽物だ、どんなガンプラ。箱を開けたらカニと目があった。カニが目が。ごめんなさい、どういうことですか。カニが入ってたんですよ。これもう偽物ですよ。偽物ですよね。カニだもん、だって。カニですもんね。カニだもん。うん。はい。はい、じゃあいきます。はい。このガンプラはおそらく偽物だ、どんなガンプラ。ちゃんとね、ガンダムの劇中には登場するんですけれども、うんうん、シャア専用ゲルググとガンダムが戦ってるシーンで、はい、驚いて、はい、逃げるヘビ。出てないですからね。いや、出てるんですよ。このキットはですよ。あ、キットが出てない。これは偽物なんです。キット化されてないんで。出てくるんですよ。はい、おうちゃり、いきますね。はい、このガンプラはおそらく偽物だ、どんなガンプラ。あのストライクの箱絵がキラヤマトじゃなくてキラヨシカゲ。ジョジョのジョジョのこれダークイーン。ジョジョだからな。手持ってるやつでしょ。じゃあお題変えます。うちのペットがもしかしたらプラモかもしれない。なぜ。なんでこれ。なぜ。うちのペットがもしかしたらプラモかもしれない。なぜ。まあ、ペットかもね、マジで住みたいなとは思います。やっぱ娘がね、ワンワンって言いましてね、ペットかってやりたいなと思いますけど。いいですか。はい、お願いします。じゃあいきますよ。うちのペットがもしかしたらプラモかもしれない。なぜ。確かじゃないですけど、なんか作った気がする。それは…同じ範囲で。それはプラモだよ。確かね。なるほど、もうそれはプラモ。はい、ちょっと伝えいきます。うちのペットがもしかしたらプラモかもしれない。なぜ。
尻尾にランナータブの A がついてる。これはこれはプラムですね。はいはい、チャリさん、いきますよ、はい、うちのペットがもしかしたらプラモかもしれない。なぜ？ペットの鳥が、くちばしが筋彫りされてる。開かないんだ。なるほどね。はい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 、うちのペットはい、もこちゃんいます。うちのペットがもしかしたらプラモかもしれない。なぜ？撫でるとすごいカスが出てくる。安ったから安ったから。安ったから。はい、部長いきます。はい、うちのペットはもしかしたらプラモかもしれない。なぜ？まあまあ限定されるんですけど、はい、あの膝を抱えて朽ちている。ダブラムじゃないのっていうね。これプラモですよ。朽ちてる。朽ちないの？朽ちない。ペットも朽ちない。朽ちないからね。そんな体勢しないし。はい、うちいきます。うちのペットがもしかしたらプラモかもしれない。なぜ？なんか公園連れてくと他のとこのペットはあー可愛いって言われるんですけど、うん、うちのだけこだわってますねーって言われる。だから作った跡が見えるんだろ。ちょっとお前これ作ってんじゃん。可愛いじゃなくて、うん、はい、ももちゃんいきます。うちのペットがもしかしたらプラモかもしれない。なぜ？すごい、ベースに自分で刺さろうとしてプラモで。ちょっと欠けてますよ。はい、はい、お、いきますか、チャリさん。はい、いきます。うちのペットがもしかしたらプラモかもしれない。なぜ？ペットの鳥のくちばしにある C 面がある。なんか鳥なの？結構犬とかじゃん。犬とか、ね、猫が多いんですけど、めっちゃ鳥なんだ。まあいるけどな。俺も昔なんかね、よく遊びに行ってた女の子の家オウム飼ってましたけど。はい、はい、いきますね。うちのペットがもしかしたらプラモかもしれない。なぜ？あのね、口の中からね、あのビーム砲出てって犬なんだかザクレロなんだか微妙なんだけど、口からこう、うん、ビーム砲みたいな。目はザクレロなんだけどね、耳あるし。じゃあ問題チェンジです。はい、いきます。とある町の模型屋の転売屋対策がすごすぎて転売屋が全く寄りつかない。どんな対策？これはね、ぜひとも知りたい対策ですよ。やっぱり嘘みたいな値段にさ、今のキットが本当に昔は普通に定価で買えたやつがもう全く今、ねえ、鬼みたいな値段。はい、はい、部長いきましょう。はい、とある町の模型屋の転売屋対策がすごすぎて転売屋が全く寄りつかない。どんな対策？あのお店の場所がマッキンビーのここ。マッキンビーのここにあるからもう労力が大変。そうですね、買いに行けない。ここに行ってプラモ買ってメルカリでいっぱいで売ってるの。旅費の方が高いですから。マッキンビーですから。はい、あ、いけるんじゃないさん。じゃあ行きましょう。はい、とある町の模型屋の転売屋対策がすごすぎて転売屋が全く寄りつかない。どんな対策？あの免許証コピーと闇金からお金借りると同じことされる。売るときにな。でもそんぐらい極論した方がいいかもしれないさ。そうだね。闇金からそれで借りれるんだ。闇金借りたことないけど。牛島くん情報。じゃあ次のお題いきましょう。はい、いました。エントリーグレードに続く今バンダイが密かに開発しているグレードを教えてください。まあ確かにね、まあ、PG、RG、MG、いろいろ HG ありますね、うん、でまあ本当にここ近年ですよね、エントリーグレード、まあ、ガンダムとストライクとあとはニューガンダムが今度出るの、あ、出たのか。はい、はい、部長いきましょう。はい、エントリーグレードに続く今バンダイが密かに開発しているグレードを教えてください。これ IG。 IG？ はい、これあのインポッシブルグレード。パーツがそもそも足りない。説明書も入ってない。はい、うちいきましょう。エントリーグレードに続く今バンダイが密かに開発しているグレードを教えてください。今 VTuber とかそういうバーチャルな存在がどんどん馴染んできてるんで、うん、はいはい、CG。 綺麗な答え。あ、すみません。はい、じゃあモコンちゃんいきましょう。エントリーグレードに続く今バンダイが密かに開発しているグレードを教えてください。いや、最近のプラモデルやっぱ組みやすさがすごいこう、はい、もう
最高になってきてると思うんで、逆で、はいはい、デストロイグレードもう破壊されてるところから始めないといけない。直すところから直すところから始めないといけない。補修してからデストロイグレードというのを開発中です。なるほど。やべえ、 DG 被ったわ。部長の DG はドルチェ&グレードガッパーナじゃなかったガッパーナじゃなかったということで、はい、行きましょう。チャリさん、はい、エントリーグレードに続く今バンダイが一回開発しているグレード教えてください。お年寄り向けの、 あの GG。 おー、 いいね。ちょ、ありだぜ。本当に老眼とかでマジであれだからでかいんだろうな。アーチ構成かな。相手で司会してるけど誰も買ってよって。はい、いきます。はい、エントリーグレード続く今バンダイが密かに開発しているグレード教えてください。これはね、FG です。あれ、はい、FG はあるの、はい、これファーストグレードじゃない、はい、ファンタグレープです。ジュースです。これは部長、ジュースです。あのジュースだ。あるんすね。これあるんですよ。 あるやつだ。しかもジュースなんですよ。あ、ジュースなんですか。どういう、あ、だからバンダイが書いてるけどあるかもしれないですけどね。次の問題をお願いいたします。はい、ある日突然プラモが大好きな少年に発動したちょっと微妙な特殊能力とはどんなの。ちょっと微妙な特殊能力、超能力的なことかな。大好きな少年に、うん、これプラモ作る時だけはね、こう指紋を見せる、うん、まあ、そういうのもあったりして。ありますか。はい、よろしくお願いします。ある日突然プラモが大好きな少年に発動したちょっと微妙な特殊能力とはどんな能力。次のパーツは A の7、 A の7ピカー、次のパーツが光ってる。いや、これはちょっと微妙どころじゃなくて絶対いい能力。あ、めっちゃいいじゃん。めっちゃ便利だよ。めっちゃ便利だよ。もっと微妙なやつだよ。はいはい、じゃあ部長いきます。はい、ある日突然プラモが大好きな少年に発動したちょっと微妙な特殊能力とはどんな能力。こう見ただけでね、はい、値札のシールがちょっとずつ剥がれる。あ、ちょっと微妙ですね。ちょっと微妙だね。入れなきゃ入れないですからね。って見るとちょっと剥がれる。残した人は別に残しますから。はい、はい、じゃあチャリ行きましょう。はい、ある日突然プラモが大好きな少年に発動したちょっと微妙な特殊能力とはどんな能力。尿がリモネン接着剤になった。ちょっと奥さん行きましょう。はい、ある日突然プラモが大好きな少年に発動したちょっと微妙な特殊能力とはどんな能力。接着剤の瓶を引っ掛けて倒しそうになった時にゆっくり倒れるようになる。あー、これいいですよ。でも倒れちゃう。倒れちゃうけどね。止まるわけじゃないけどね。はい、はい、もうこんちゃんいきます。ある日突然プラモが大好きな少年に発動したちょっと微妙な特殊能力とはどんな能力。わっ、箱を見るだけで完成形が 3D で見えるようになってる。でも別に全然いらない。いいですね。気持ちでこう答えてもらいましたけど、はい、はい、部長言います。はい、ある日突然プラモが大好きな少年に発動したちょっと微妙な特殊能力とはどんな能力。あのプラモの箱をねこう撫でたりとかするだけでね、はい、もうなかなか今では見ることはできないと言われている、あの犬ワシが箱の上に巣を作る。いや、すごく微妙じゃない。あの犬ワシがいらないな。はい、はい、ぶちいきます。はい、ある一つでプラモが大好きな少年に発動したちょっと微妙な特殊能力とはどんな能力。あの説明書をねめくった時にねジャンってなるんですよ。いいな。ジャン、デデン。プライチの時はもう今出ないんですから、ね、次行きましょう。はい、次お願いします。はい、来ました。あ、静岡ホビーショーでまさかの事態が発生。何が起きた。これざっくりしてますけど、うん、静岡ホビーショーでまさかの事態が発生。何が起きた。はいはい、はい、部長行きます。はい、静岡ホビーショーでまさかの事態が発生。何が起きた。行ってみたら静岡ホビーショー。あれ違うやつだ。ボビーばっかりが来てるの。なるほど、もう全世界のボビーが集まって、うん、はい、はい、チャリーさん行きましょう。はい、静岡ホビーショーでまさかの事態が発生。何が起きた。隣の山梨で開催。これ一大事だよ。これマジで。どうしたのかね、あのあそこの場所がどこもそういうホールがなかったね。むしろ静岡で全部使い切ってさ、
はい、はい、告知いきます。静岡ホビーショーでまさかの事態が発生。何が起きた？静岡に隕石が落ちてくるってなって、うん、そしたら会場中のプラモデルが一斉に動き出して、あのアクシズ止めた時みたいな。おお、めっちゃ夢あるじゃん。すごいな。それ視聴者様がみんな喜ぶな。このはい、行きましょう部長。はい。静岡ホビーショーでまさかの事態が発生。何が起きた？会場自体がね、はい、ターンテーブルでちょっとずつ回る。こう回ってる。何が見せてるんだ。何が見せてるんだ。すげえよ。はい、ちょっと行きます、はい。静岡ホビーショーでまさかの事態が発生。何が起きた？でモデリウムのブースが空っぽで、机に探さないでって書き置きが置いてある。大事件だ。まさかでしょ。まさかなの。本当に。はい、ぼこんちゃんいきます。静岡ホビーショーでまさかの事態が発生。何が起きた？ちょっとグッチさん似ちゃったかもしれないけど、はい、ちょっとやっぱり作り手の思いが強すぎて、はい、作品に魂が宿って全部逃げ出してしまった。逃げたかった。やばかった。ショックだな。トイストーリーみたいな。そのあの本当にほどほどとする、はい、世界観でございます。ありがとうございます。ダメ？俺の視界ダメ？チリよ。はい、あ、部長いいですか？はい。静岡ホビーショーでまさかの事態が発生。何が起きた？もうどの入り口も全部びっちり接着されてる。さすがですね。さすがプラモのイベントでございます。もう全部接着。全部接着されてるんだよ。次、最後の問題でございます。はい、はい、よいしょ。店長が絶対プロモデラーと噂のスーパー銭湯どんなお風呂？店長が絶対プロモデラーと噂のスーパー銭湯どんなお風呂？回答じゃないですけど、はいはい、髪なくなっちゃいました。ああはい、こちら。あ、おめでとうございます。答える気なし。はい、あ、行きましょう。うち、店長が絶対プロモデラーと噂のスーパー銭湯どんなお風呂？風呂使った人がみんななんか色落ちして出てきて、あの風呂シンナー入ってないから。これなんだろうな。店長やってんな。はい、はい、部長いきます。はい、店長が絶対プロモデラーと噂のスーパー銭湯どんな風呂？カシタオルとかあるでしょ。はい、カシワイプ。キルワイプ。それじゃ吸えないですよ。頭洗ったりとかするんだから。吸えないよな、水分。はい、カシさん行きましょう。店長が絶対プロモデラーと噂のスーパー銭湯どんな風呂？サウナをドライブースにしてる。サウナ、あそこ湿気なんだからさ。全然変わんかねえから。はい、はい、もうこんちゃんも行きます。店長が絶対プロモデラーと噂のスーパー銭湯どんな風呂？誰かが転んだら必ずその場所の床を急いでヤスリに。ね、荒くして転んだ。いやもう先を見据えてるじゃん。荒くすんだよ。俺滑りやすいからやっぱり水でさ。店長、はい、部長行きましょう。店長が絶対プロモデラーと噂のスーパー銭湯どんな風呂？もうシャワーがこんな。絶対プロモデラー。これは絶対プロモデラー。コーヒーでコーヒーでかかってる。スカイツですけど。はい、チャーリー行きましょう。店長が絶対プロモデラーと噂のスーパー銭湯どんな風呂？あのシャワーに置いてあるのがシャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、ツールクリーナー。かけてくるって。はい、もこちゃん、いいでしょう。店長が絶対プロモデラーって噂のスーパー銭湯どんなこと？バスタオルの貸し出しはないが、キムワイプは貸してくれる。部長やってたから。部長出してたから。嘘嘘嘘嘘嘘嘘聞いて取れてないじゃん。嘘だ。全く同じやつ。全く同じようなやつ。全く同じやつを部長出した。嘘。ちょっと寂しかった。はい、グッチ行きましょう。店長が絶対プロモデラーという噂のスーパー銭湯どんな風呂？男湯女湯じゃなくて100と144で分かる。マジでどっちも分かる。
いいね。これロマンあるな。すげえ。どっちか。はい、行きましょう部長。はい。店長が絶対プロモデラーと言わせるスーパー銭湯、どんなプロ？あの湯船の横のところにこうでっけえ1円玉が。サイズ比較サイズ比較1円がでっかかったら意味がないですよ。はい、お茶いきますか、はい、店長が絶対プロモデラーと噂のスーパー銭湯、どんなプロ？本日の代わりレジン。熱いよ。熱いあるけどね。だからラベンダーとかな、はい、レモンとか、うん、コーヒーとかもあったりするけどもレジンなんだ。レジンです。はい、はい、部長行きましょう。店長が絶対プロモデラーって噂のスーパー銭湯、どんなプロ？ロッカーなんだけど、はい、その C 面入ってるよね。いらなくない？ C 面いらないですね。いらないですし、髪がなくなったんですね。楽しくねー。楽しすぎまして、髪がなくなるほど答えましたよ。はい、はい、じゃあ超徳さん行きましょうか。はい、店長が絶対プロモデラーと呼ばせるスーパー銭湯、どんなプロ？体に絵が描いてある人にベージュのデカールを貼って入れるようにしたって。優しい。お断りじゃないんですよ。お断りじゃない、隠すよ。お断りじゃないんですよ。隠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 すよ。プロモデラーですよ。こんなところでしょうかね。はい、はい、編集で何どんな答えが残ったか分かりませんけれどもね。はい、というわけで、以上、プラマ大喜利でございました。